タージ・ギブソンは、アメリカ合衆国、ニューヨークシブルックリンク出身のバスケットボール選手。NBA のニューヨークニックスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ギブソンは1985年6月24日に、ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンクで生まれた。高校でのキャリアは、ブルックリンにある、ハイスクール・オブ・テレコミュニケーション・アーツ・テクノロジーで、スタート。2、3年目は、 カリフォルニア州ターザーナにあるストーンリッジ高校に通った。2006年には4年生としてカリフォルニア州サンフェルナンドにあるキャルバリー・クリスチャン高校に通った。南カリフォルニア大学に進学し学生 UI 会ファイカッパ祭に所属。2007年に21歳と1年生にしては高年齢ながらもパックマイナス10のオールフレッシュマンチームに選出された。 2008年にはライバル高である UCLA への勝利に貢献、大学のシーズン通算ブロック数を塗り替えた。2009年には、ステープルズセンターで行われた、パックマイナス10トーナメントでトロージャンズを優勝へと導き、オールパックマイナス10トーナメントチームに選出された。2009年の NBA ドラフトにおいて、シカゴブルズから全体26位で指名される。 同じくドラフトされたジェームズ・ジョンソンと共に2009年6月にブルズと契約。インサイドの主力であるジョアキム・ノアラの故障もあってシーズン途中から先発に昇格。エネルギーあふれるプレーとその犬守で周囲を驚かせた。オールスターでは NBA ルーキーチャレンジに出場し2002年以来のルーキーチーム勝利に貢献した。ブルズはその年8位でプレーオフに進出。 1> 第1ラウンドでクリーブランドキャバリアーズに敗退する中、ギブソンは平均7.6得点7.0リバウンドを記録。シーズンを通して怪我人が多発したチームにおいて、ギブソンは全試合に出場を果たし、オールルーキーファーストチームに選出された。2010-11シーズンはオフシーズン中に FA でユタジャズから移籍してきたカルロスブルザーにレギュラーを明け渡す。 可能性が濃厚であった。しかし、シーズン開幕前に、ブーザーが自宅でカバンにつまずいて、右手を負傷し手術し開幕絶望となる。そのため、ギブソンは開幕後、ブーザーの復帰まで15試合先発出場して、穴を埋めた。ブーザーの復帰後は、貴重なバックアッパーとして活躍。この年のオールスターでは、NBA ルーキーチャレンジの2年目のソフォモチームの 先発として選出されるも、ルーキーチームに148から140と敗戦した。ギブソンは18分出場し8得点。シューティングスターズのシカゴ代表としても出場した。この年のブルズは東カンファレンス1位でプレーオフに進出した。2011年5月10日に行われた東カンファレンス準決勝の第5戦では、 第4球に11得点を挙げアトランタホークスに勝利し、ブルズが3勝2敗とリードする手助けをした。2012年10月31日にブルズと複数年契約延長を結んだ。2013-14シーズンは控えながらも平均13得点6.8リバウンドを記録し、ブロック数ではリーグ上位にランクイン。n b a 賞では、 ジャマール・クロフォードに次ぐ2位に投票された。2014から15シーズンはカルロス・ブーザーにアムネスティ条項を行使して放出したが、ブルズは新たにパウがソルト契約。ギブソンは引き続きシックスマンを務めた。2017年2月23日、大型トレードでオクラホマシティサンダーに移籍。 8シーズンを過ごしたブルズを離れることになった。2017年7月2日、ミネソタティンバーウルブズと2年2800万ドルの契約で合意、ブルズ時代の恩師トムシボドーの下で再出発することになった。2019年7月1日、ニューヨークニックスと2年2000万ドルで契約した。レギュラーシーズンプレイオフ細身の体ながら、 長い腕と抜群の跳躍力で主にディフェンスに貢献するプレイヤーである。ダンクシュートを力強く決めることができ、リバウンド力があり、インサイドでチームに貢献している。ミドルレンジからのシュートを得意としている。ありがとうございます。